だいぶ復興が進んできたな。ええ、建物もほとんどが元通りになりましたね。ですが、どことなく町の人たちの顔は暗い気がします。魔獣の群れに襲われたんだ。怖い思いをしただろうし、無理もない。魔獣が退治されて町が元通りになったとしても、心の傷を癒すのは容易ではありませんからね。なんとか町の人たちを元気づけられたらいいんだけど。君、大丈夫か？よかった、意識はある。君、話せるか？腹減った。え、腹？もしかしてお腹が空いてるのか？でしたら近くに私が手伝っている食堂があります。そこへ行きましょう。すごい勢いで食べるな。よっぽどお腹が空いていたんですね。食った、ごちそうさん。あんたらのおかげで助かった。恩に着るよ。元気になったならよかったよ。でもどうしてあんなところで行き倒れていたんですか？風の噂で魔獣に襲われた町があるって聞いてな。そこを目指してたんだが、うっかり食事を忘れちまって。食事って忘れるものなんですね。この辺で魔獣に襲われた町って言ったらここだと思うけど。おお、そうか。じゃあ俺は無事に到着できてたってことだな。無事？行き倒れを無事と呼べるのでしょうか？まあ細かいことは気にすんな。それで君はどうしてこの町を目指して？いい加減にしてくれ！なんだ？店の外から？頼む、考え直してくれんか。俺はこの町を出ていく。またいつ魔獣が来るかわからないんだぞ。シャンゼリアって都市はこんな状況でも安全で栄えていると聞く。少しでも安全な街に行きたいって思うのは普通だろ。じゃが魔獣が襲撃して以来、この街はどんどん人が減っておる。このままでは街の力がなくなって衰退の道を歩むのみじゃ。頼む、ここに残って一緒に街を盛り上げてくれんか。何と言われようと俺の気持ちは変わりませんよ。町長、大きな声が聞こえたけど。あ、王子様、お騒がせして申し訳ありません。町を出たいって言われてたんだな。はい、彼だけではありません。他にもそういうものはたくさんいます。気持ちがわからないわけではありません。しかしそれでは町が立ち行かなくなる。せっかく復興しつつあるのに、このままでは。俺が何とかしよう。え、君が何とかって何か考えがあるのですか？
ああ、そいつはズバリ、祭りだ。祭り？うん。俺はヤテン。日の本から来た祭り職人だ。祭りで町おこしをしながら各地を旅してる。祭りで町おこし？そんなことができるのですか？あたぼうよ。この町の連中は今真っ暗な絶望の中にいるのがいけねえ。祭りはそんな連中の心を盛り上げる力があんだよ。本当にそうなら町自体がもっと活気づくだろうな。楽しい祭りは世界を輝かせる。絶望の闇さえも払ってみせんのさ。それならばぜひお願いしたい。町を助けてくれ。俺からも頼む。そうだ、拠点に俺たちの城を使ってくれ。城？あんたら王族なのか？この方はアルベリアの第七王子、霧の森にある聖城の主です。俺にできることがあったら何でも協力するよ。へえ、そいつはすげえな。ならお言葉に甘えて世話になるぜ。ではこの町で祭りを。なあ、受けたまわった。安心しな、仕事はきっちりこなす主義だから。足音？こちらに近づいてくる。おい、ヤテン、今までどこにいやがった？ん？ああ、夏か。ちょうどいい。次の仕事だ。この町で祭りをやるぞ！あ？え？なんでてめえが同じことを。俺はこっちのセリフだっつーの。ま、お互い考えることは一緒ってか。なら話が早えじゃねえか。俺も町長から依頼を受けたとこだ。ナイスやてん。最高の祭りを見せてやろうぜ。あたぼうよ。俺らの祭りでこの町を盛り上げるぞ。おはよう、クラウ。夜店を見かけないけど、もしかして今日も？ええ、朝から部屋を開けていますよ。夜店さんは働き者なんですね。城に来てからずっとだもんな。さすが職人だ。祭りが楽しみだね。ええ。およ、朝から申し訳ございません。その、少し相談したいのですが。町長じゃないか。相談ってどうしたんだ？はい、町のお祭りですが、夜店さんにお任せして大丈夫なのでしょうか？え？夜店が街で昼寝をしたり、ブラブラ遊び歩いてる。本当なのかな？町長もだいぶ困惑していましたし、実際に本人に確かめるのが一番ですね。そうだな。それにしても夜店はどこに。あ、本当に昼寝をしてる。ベンチで気持ちよさそうだな。あれでは町長が心配になるのも当然です。私起こしてきます。
まあ待ってクラウ、もしかしたら休憩してるだけかもしれないし、もう少し様子を見ないか。そうですね、わかりました。全然起きる気配がありませんね。そうだな、やっぱり私起こしてきま、あ、夜天が起きた。やっぱりただの休憩だったのかも。いえ、ちゃんと仕事をしているところを見届けないと、後を追いましょう。店主、いつもの頼む。はい、塩漬け肉のパン包みとレンズ豆のスープですね。あれは軽食の屋台ですね。お昼でしょうか。あ、夜店が行ったよ、追いかけよう。夜店さん、今日も来たんですね。おう、ここの肉料理は最高だからな。さて、今日はドイツにするか。ここ何軒目ですか。確か5軒目。あれ、働いてるって言うんですか。街をフラフラしては屋台や食堂で食べておしゃべりしてばかり。さすがに何かしら仕事するんじゃないかな。だといいですけど。おや、この公園は今朝の。さて寝るか。王子、私はもう限界です。止めないでください。あ、ちょっとクラウ。ヤテンさん、これはどういうことですか。どうしたんだ、おっかねえ顔して。どうしたんだじゃありませんよ。あなた、お祭りで町を盛り上げるんですよね。それなのにろくに働かないでぐうたらしてていいんですか。心配だな、俺はちゃんと働いてたぜ。昼寝して散歩して食べ歩きして食堂でおしゃべりするのが仕事ですか。あ、どうしてそいつは。町長から相談を受けたんだ。このまま君に任せて大丈夫かどうか。それであなたのことをつけさせていただきました。今日の行動はどういうつもりですか。尾行だ、趣味悪いな。だから働いてたっつってるだろ。そうは見えませんね。あれが俺流の働き方なんだよ。はあ、あなたは働かざる者食うべからずという言葉を知っていますか。おう、問題ねえよ。飯には幸い困ってねえんでな。え、それはどういう。王子様ですよね。まあそうだけど、どうしたんだ。夜店さんのお食事代をお支払いいただけたらと。え、
テンさんの感情お願いします。もしかして自分の食事代を全部王子につけていたのですか？そういえばお金を払ってる素振りは見なかったかも。何でも協力してくれるんだろ。これくらい持ってくれや。さて俺は仕事に行くか。こらやめ。ぎ、ナッツ。よそ様に迷惑かけるんじゃねえよ。それにこっちの確認に全然来やしねえのはどういう了見だ。お前の仕事なら俺が見なくても問題ねえだろ。こっちはこっちで打ち合わせたいことがあんだよ。ほら行くぞ。ちょ、ナッツ、引っ張る。おい、行っちゃった。嵐のようでしたね。まあナッツさんがいるなら大丈夫でしょう。あのお感情は。あ、あと少し、あと少しだけ。そう言ってどんだけ経ったと思ってやがんだ。いい加減起きろ。いやだ。なんだ、どうしたんだ。夜店ナッツ。ああ騒がしちまって悪いな。このぐうたらが全然ベッドから出ようとしねえ。私は先に町に行ってるからな。目が覚めたらさっさと来やがれ。夜店大丈夫か。体調が悪いとか。ああ大丈夫大丈夫、心配すんな。ただ耳だけだからよ。ちょっと寝かしてくれや。ああ、わかった。ゆっくり休んでくれ。あ、もう昼か。夜店全然起きないな。そういえば、この前までは朝から街に出てたけど、最近寝坊が多いのはなんでなんだろう。ナーム、どうしたんだ。ナッツが町の人たちと揉めてるの。なんだって。早く行って止めないと。町な、俺も行く。やて、いつの間に。おかげで目が覚めたぜ。ほら早く行くぞ。この町を知らねえよそ者に何ができるってんだ。そうだそうだ、祭りなんて意味がないから出てってくれ。あんたらの言い分は分かった。だから落ち着いて私の話も聞きやがれ。行く必要もない。まったく町長は何を考えてんだ。まずは町の防衛策を考えるのが先だろうに。いや、そもそもこの町にもう未来はないんだ。さっさと出るのが利口さ。なんだと。なんでてめえらで喧嘩してんだよ。うるせえ異国かぶれが。誰が異国かぶれだって。そこまでだ。いいからてめえらみんな落ち着きやがれ。やてん、それに王子とナームは。たっかしたって疲れるだけで何も解決しねえだろ。ここは平和に話し合いといこうぜ。話し合い。お前たちと何を話すんだ。そ
な。例えば祭りの意味とか。祭りの意味？そんなものがあるのか。俺らだって考えなしに町長に提案したわけじゃねえよ。町の防衛が大事、そいつはごもっとも。また魔獣に襲われたら困るからな。だろ、だから俺は。でもよ、町の連中の心がバラバラなのに防衛も何もねえんじゃねえの。それともてめえ一人でなんとかなんのか。それは幸いにもこの町は復興目前なら、その祝いも兼ねて祭りで心を一つにすんのもいいんじゃねえか。陽気な空気に酔いながら腹割って話してみりゃ別の解決策や協力者が見つかるかもしれねえぞ。町を出るかどうかはその後考えてもいいんじゃねえか。今ならこの王子がついてるんだしよ。しかしだからといってよそ者の祭りをするのも。安心しろ、こいつを見てみな。これは祭りの企画書？見ろ、町の名産品や伝統芸について書いてあるぞ。それを屋台や町の飾りに。よそ者がよくここまで調べたな。朝から晩まで町の連中が集まる場所をフラフラしてりゃおのずとわかるさ。もしかして夜店が最初一日中町でぐうたらしてたのって。町の人を観察して情報を集めるためだったのか。おい、スプレンドッツ飾りでみこしを飾るって書いてあるが。もうこの町の伝統工芸らしいな。この町の神輿にはぴったりだろ。そうかもしれないが、問題は誰が作るのかだろう。町の職人は。ああ、それなら心配ない、俺が作っといた。ほらよ、これは確かにスプレンドッツ飾り。見よう見まねだが、なかなかいい出来だろう。いや、ダメだ。こんなのを町の伝統工芸として出されたら、職人が恥をかくだけだ。だから、俺が作り方を仕込んでやる。ん？なんだ、あんた飾り職人だったのか。そりゃ助かるぜ。よそ者が俺らの町をここまでしろうとしてんのに、何もしねえのも尺だからな。そうだな、お前の言う祭りってのをちゃんと見定めてやるよ。なんとか収まったな。遅くまであれを作ってた甲斐があったぜ。夜店の寝坊が多いのってお仕事してたから？夜中に作業するのやめろってんだ。昼の仕事ができなくなるだろ。うるせえ、俺は夜型なんだよ。じゃ、解決したから俺はこれで。今日はどこの飯屋にすっかな。おい夜店、待ちやがれ。飯代つけにすんじゃねえぞ。夜店ってしっかりしてるんだかしてないんだかわからないものだね。夜店、屋台通りの準備と飾り付けが終わったぞ。お疲れさん、次は夏と神輿の整備に行ってくれ。夜店さん、祭り専用メニューを考えたんです。試食しますか？もう分かった、後で寄らせてもらうわ。
ヤテン、花屋のオブジェが完成したぞ。おお、そうか。いいシンボルになるだろうな。王子様、ヤテンさん、祭りまであと少しですね。町の者も祭りに期待しているからか、前よりも明るくなったように感じます。祭りに協力してくれる人も応援してくれる人も増えたよな。そいつは何よりだ。このまま当日も盛り上げていくから楽しみにして。大変だ、魔獣が押し寄せてくるぞ。なんだって？見張り台からこっちに向かってくる魔獣の影が見えたんだ。まだ距離はあったが、このままだとまた。そんな、せっかく元の生活になったのに。おしまいだ。今度こそ俺たちは死ぬんだ。うろたえるな、ヤテンさん。王子、町の奴らを正常に避難させてくんねえか。ああ、それはもちろんだけど、君は？俺は町でてめえの仕事をする。町でって、お前は逃げないのか？仕事が残ってっからな。俺は最高の祭りを見せると約束した。期待を煽っておいて祭り職人がその約束を不意にできねえだろ。バカかお前、祭りなんかより命の方が大事だろ。普通はな。だからお前らは逃げろ。俺は祭りバカだからいいんだよ。それに祭りを守るついでに町も守れたら儲けもんだろ。もしかして町を守ろうとして。王子、時間がねえ、避難を頼む。僕も戦う。はあ、おいガキ、てめえ何言って。だって僕、お祭り楽しみにしてたんだ。僕も守る。俺も残って戦う。よそ者が命を張ってるのに、町の人間が逃げてどうする。そうだそうだ、ここまで町を持ち直させたんだ。私もふるさとをもう壊されたくない。あんたら、お前たちが思い出させてくれたんだ。この町には大切なものがいっぱいあるって。頑張って作ったお店、家族で守ってきたふるさとの味、もう奪われてたまるか。この町は俺たちが守るんだ。わかった、じゃあ町の守りはお前らに任せる。俺らは町の外で喧嘩だ。屋台が壊されたらたまんねえからな。覚悟はいいな、夏。誰に物言ってんだ。任せな、派手にぶちかます。さて、ここまで離れりゃ俺らの喧嘩で町を壊すこともねえだろう。一匹たりとも魔獣を町に行かせるな。ここで食い止めるぞ。はたぼうよ、今までの苦労が水の泡ってのはごめんだ。復興の努力を無駄にしないためにも、ここを通すわけにはいかない。それな、王子？なんでここに？町の人たちに頼まれたんだ。ヤテンたちを助けてほしいって。町は自分たちだけで守るから。それにしてもバラバラだった町の連中があんなことを言い出すとはな。
ああ、夜天が町の人たちの心を変えたんだな。連中がもともと自分の町が好きだったってだけだろ。俺は祭りを作ってただけだ。もう一度この町で頑張ろうって希望と期待が込められた祭りをな。その祭り会場を魔獣ごときに荒らされるわけにはいかねえ。ああ、そうだな。絶対に町を守り抜く。よし、行くぞ。祭り前の喧嘩の始まりだ。やて、寝てるのか。バーロー、今日は祭りだ。寝てるわけねえだろ。祭り囃子と人の声に耳を澄ませてたんだよ。みんな楽しそうだよ。無事に開催できてよかった。言っただろ、仕事はきっちりこなす主義だって。まあ本当だったな。本当だったってなんだよ、疑ってたのか。正直少しだけ。でも今は夜店がすごい職人だって分かったよ。普段も祭りの時みたいにすれば誤解も招かないんじゃないか。俺は晴れの日しか働きたくねえんだよ。それ以外はごめんだ。あはは、徹底してるな。なあ夜店、一ついいか。夜店はどうして祭り職人になったんだ。お前には暗闇ってどう映ってる。え、どういう意味だ。言葉のままだ。俺には暗闇ってのは怖くて怖くてたまんねえもんだった。俺は山に捨てられた捨て子でな、夜の闇が恐ろしくてたまらなかった。てめえさえも見えねえ世界でこのまま死ぬのか、そう思った時助けてくれたのが祭り職人だった。そうだったのか。それで祭り職人に。うん、職人の里に連れてかれてそこで育てられた。衝撃的だった。里はいつだってお祭り騒ぎ。あれだけ怖かった暗闇が提灯と人の笑顔で輝いて綺麗な世界とさえ思えた。確かに今夜の街の風景もとても綺麗だ。祭りは人に奇跡を見せる。その力に惚れて弟子入りしたんだよ。だったらどうして日の本を出たんだ。里の棟梁を任されそうになったから。え、そんな理由。棟梁なんてめんどくせえだろ。俺は人の上に立つ玉でもねえし。それに日の本には親方たちがいるからいつでもどこでも祭りが楽しめる。でも様子はどうなんだ。セフと思っちまったんだよな。他の知らねえ国に俺みてえな奴がいたとして、そいつが祭りを知らねえのはもったいねえなって。それで国を。すごい行動力だな。別にすごかねえよ。てめえのやりてえようにやってるだけだ。いた！王子様！夜天さん！ん？お前、蝶々と喧嘩してた。俺、町を出ていくのやめたんです。お二人にも報告しようと思って。本当か？
でもどうして急に？俺やっぱりこの街が好きだって思い出したんです。懐かしいお菓子の屋台や昔の仲間と祭り会場で語り合って、たまたま住んでただけって思ってましたけど、この街にはたくさんの思い出が詰まっていました。そうか。祭りで街が一つになってるのを見て、ああこの街っていい街だななんて思っちゃったんです。離れるのが惜しくなるくらいに。こんないい街を守るのは住んでる俺たちしかいないんですよね。いいじゃねえか、今ならこの頼れる王子もついてるんだからよ。ああ、俺たちも何度でもこの街を守るよ。一緒に頑張ろう。はい、ありがとうございます。ではこれで。ああ、最後まで祭りを楽しめよ。あの調子なら町長も一安心だろうよ。そうだな、本当に祭りは奇跡を見せるんだな。あたぼよ、じゃねえとぐうたらな俺も本気にならねえ。やて、君の奇跡の祭りを俺たちの城でも見せてくれないか。正常には心に傷を負った人がたくさん訪れる。その人たちの絶望を君の祭りで払ってほしいんだ。そいつは新しい仕事の依頼ってことか。名刺の付けじゃ済まねえぞ。それでも構わないよ。まっすぐな目をしてやがる。まあお前といたら祭りを必要としてる奴には出会いやすそうだ。いいだろう。祭り職人ヤテン、その依頼受けたまわった。受け負ったからにはどこででも最高の祭りを見せてやる。期待してろ。なあ、これからもよろしくな、ヤテン。